1999年10月号のゲットナビですね。ここで、ロレックスのとんがりリューズガードにしたことを初めて紹介しました。まあ、これが GMT マスターの1960年代の初期ですね。62年とか3年ぐらい。これにはヒラメリューズガードが搭載されていることや、シードエラーやサブマリーナですね、551、553の1961年、2年、3年ぐらいまでは、とんがりリューズガードであるということを紹介しています。この当時は、ロレックス、チュートル合わせて初期のモデル10本ぐらい持っていましたので、研究していました。多分世界で初めて、ここで紹介しています。今では海外でも、ポインテッドリューズガード、PR が G ですか、PRG として、名前が残っています。そして、ロービートですね、規格を持ち込みました。これはなぜかというと、チュードルのサブマリーナがあまりに偽物が多いので、ケース番号とキャリバー番号をきちっと把握してもらいたかったからですね。まあ、それによって、まあ、本物が確認できるということを思いましたので、ここで紹介させてもらいました。7928、トンガリューズガードですね。これ、キャリバー390が入っていることや、これは私の、あれですけど、モデルですけど、7921ですね。これ、チュード。外国では、結構人気ありますね、今ね。はい、こういうモデルも紹介しました、これ。で、これ、ロービートの、バブルバック特集でしたけれども、この時にも僕がやりたいやりたいって言ってた、アンティークダイバーですね。これ、EPSA 社という、ケース。ダイバーウォッチ専用のしっかりしたケースを作っていたメーカーですね。このメーカーのことをどうしても紹介したいということで、自分のコレクションを載せまして、企画しました。これは書いたのはもちろん編集の方ですけれども、この EPSA 社について、まあ、知ってもらいたいというのがありましたので、書きました。まあ、ここの時は、まあ、攻めたダイバーとか、かなり珍しいダイバーウォッチもいくつか紹介していますけれども。まあ、それで、今回は、ここでは紹介しきれませんでした。もうかなり、こう、マニアが、まあ、喜ぶというか、うなるというような、へえ、こんな時計あったんだっていうのは、